ケアパハ軍はアメリカ合衆国のネブラスカ州にある軍。2000年時点の人口は983人で、軍庁所在地はスプリングビュー。軍内を流れるケアパハ川にちなんで名付けられた。ネブラスカ州のナンバープレートでケアパハ軍の車両は最初の数字が82になっている。これは1922年にナンバープレートの制度を確立した際。 ケアパハ軍の車両登録台数が州内の軍の中で82番目に多かったからである。アメリカ合衆国国勢調査局によると、この軍は総面積2005平方キロメートルである。このうち2003平方キロメートルが陸地で、2平方キロメートルが川や湖などの水地域である。総面積のうちの0.11%が水地域となっている。ケアパハ軍は、 ネブラスカ州のアウトバックに位置している。2000年国勢調査時の軍の人口ピラミッド2000年の国勢調査によると、ケアパハ軍には983人、409世帯、及び292家族が暮らしている。人口密度は0平方キロメートルで、0平方キロメートルの平均的な密度に548件の住居が立っている。この軍の人種の構成は、 白人99.39%、先住民0.20%、黒人とアジア系、太平洋諸島系、その他の人種はおらず、混血は0.41%で、3.87%の人々がヒスパニック、またはラテン系である。軍の住民の46.7%が、ドイツ系、10.6%が、イングランド系、9.8%が、 アメリカ系7.0%がアイルランド系6.0%がスウェーデン系移民の子孫である。ケラパハ群に住む409世帯のうち24.90%は18歳未満の子供と暮らしており64.30%は夫婦で生活している4.40%は未婚の女性が世帯主であり2 8 6は 家族以外の住人と同居している。26.20%は独居で、全世帯の13.90%は65歳以上の独居老人世帯である。1世帯あたりの平均人数は2.40人であり、家庭の場合は2.91人である。軍の住民は23.80%が18歳未満の子供で18歳。 以上24歳以下が6.70%、25歳以上44歳以下が23.40%、45歳以上64歳以下が25.40%、および65歳以上が20.70%となっている。平均年齢は42歳である。女性100人に対して男性は101.40人にいて、18歳以上の女性100人に対しては、 男性は101.90人いる。軍の世帯ごとの平均収入は24,911ベイドルで、家族ごとでは28,287ベイドルである。男性の18,750ベイドルに対して、女性は19,107ベイドルの平均的な収入がある。この軍の一人あたりの収入は11,860ベイドルである。 総人口の26.90%、家族の22.40%は貧困線以下である。18歳未満の子供の34.30%、及び65歳以上の18.80%は貧困線以下の生活を送っている。ケアパハ軍は、ネブラスカ州の軍の中で、最も共和党支持者の率が高く。 共和党員として公認されている有権者だけでも、全住民の82.7%の707人に、上る。それゆえ1916年の大統領選挙で、民主党のウッドロー・ウィルソン候補が勝利して、以降、大統領選挙では、共和党の候補が勝ち続けている。また、州知事選挙でも1994年に、 民主党のベン・ネルソン候補が勝利してからはずっと共和党の候補が勝っている。ありがとうございます。